日本の伊藤信子選手が自家運動に入ります。2回宙返り、あ、決まりましたね。はい、まあ、この伊藤選手は急遽韓国の選手が理解しましてね、はい、繰り上げでこの個人総合に加わったんですが、よかったですね。よかったですね。やはりこの個人総合選手権に入るか入らないかは選手にとって大きいでしょう。そうですね。やはり一番バッターでね、非常に頑張りましたのでね。そうでした。チームのためによく貢献しました。まあ、その頑張りがこういうね、幸運に恵まれたんでしょうね。はい。さあ、真ん中の技です。2分の1ひねり宙返りから横の宙返り、速歩宙返りですね。本当に自然ないい動きをしますよ。最後のシリーズ2回ひねり、まあ、今回確かにこの伊藤選手は自分の持っている力は十分に出し切っているという印象を受けますね。はい、はい。